福島東幹線と第五町立上岡小学校福島東幹線は東京電力が建設した機関系統の一つである。渡る町の大半は50万ボルトでの送電が可能なように設計された。計画時は先に建設された福島幹線の第二ルートと位置付けされ、同幹線と並行し、同線と同じく、 福島第一原子力発電所で発電した電力を超高圧外輪線に連携して首都圏に送電することを目的にしている。本記事では下記の事情より新筑波線第二大熊線についても記述する。なお、前述の事情から建設時には福島幹線の増設と位置付けされ工事名は福島幹線第二ルートだった。 福島第一原子力発電所は東京電力の管外発電所の一つであり、建設にあたって新たに接続機関系統として福島幹線が建設された。しかし、続々と後続プラントが着工されると、機関送電設備についても発電所の出力増大に見合う要領とするため同発電所に接続する。 感染を含め、基幹系統の拡充計画が蓄次進められた。このうちの一つが、福島東幹線である。目的としては、原子炉増設等、東部方面での電源開発に伴って、同方面からの潮流が増大することに対応している。計画時には、第二福島幹線とも呼ばれた。1970年7月21日の、 電気新聞によれば工事前、本線は福島幹線の第二ルートとして1971年秋の着手を目標に準備が進められた。福島幹線での工事経験を活かし、線外な支援沿線工法、クライミングクレーンによる鉄塔組み立て工法を新たに導入することを計画した。翌1971年になると、 着工は1972年度を予定に延期とも言われたが実際には1971年10月に着工した。1972年春の時点では同年12月運ん1974年11月正月の予定とされ、予定通り1972年12月13日、官長検査をパスし、営業運転を開始した。 なお、新筑波改編所は1973年12月に27万5000ボルト運転で運回した。また、当線は当初1回線での運転であったが、1974年7月には2回線目を増加した。昇圧工事は、福島幹線同様に遅延し、1975年3月に発表されたより、具体的なスケジュールによると準備を、 同年4月末より開始し、主要機器の総合調整、家電試験を実施後昇圧するとされた。実際には1976年6月に昇圧を完成した。昇圧の際、新福島変電所にて引き込みを、鉄塔一基を新設した。胴体は、基本的には、福島幹線同様 ACSR410、平方ミリメートル4胴体を基本とするが、 里川外輪系統に近い新モテギ変電所マイナス、新古賀変電所間 57km については、タクトズル810平方ミリメートルを採用し、送電容量を660万 kW に引き上げる、こととした。なお、東京電力は4導体タクトズル810平方ミリメートルに続いて6導体タクトズル810平方ミリメートル、 4動体タクトズル1520平方ミリメートルも開発した。これらは、アルミの張力分担と振動疲労特性、常温、高温クリープ特性、河川時適合性について検討した上、ACSR410 平方ミリメートルと同等以上の性能を確認した。これらを比較すると、下記のようになる。 概要でも、多少触れたように、福島感染での実験、実証などをベースに、下記のような新機軸が採用された。客注のない項目は、新電気1979年7月号による。なお、走行時費は、雲海後の昇圧関係を除き、約163億円であった。コークは十三に分割され、そのうち関電項が四二十三の、 各航空を担当した。同社はタクトズル810平方ミリメートル化に対応支援専用エンジンを大型化。沿線車を従来の油圧駆動から電磁制動による一括制御に変更。引きワイヤーを機械処理するリールワインダーも新規開発した。蒸気のようにタスカー関連で新機軸の多い航空であるため、沿線中には送電線建設技術。 研究会主催の見学会も実施されている。その他建設業者には、大道電機工業、旭金属製工、日本加担中鉄所、旭加担中鉄所なども名を連ねている。運転開始後、新古賀変電所新筑波開閉所間 9.4km を新筑波線として分割し、50万ボルト小圧は福島東幹線と同時に実施した。この際、 新小賀変電所の50万ボルト鉄鋼への引き込み、鉄塔一基を新設した。福島幹線は運転開始後新福島変電所、福島第一原子力発電所間を大熊線として分割したが、本線の対応区間は、竣工時には、すでに第二大熊線と称していた。調査は1971年に始められ、最終的に大熊線に並行したルートとなった。 建設認可は1973年9月に取得した。後期約6ヶ月を経て、官長検査に合格した。着工理由は、東福島幹線同様に、3号機、4号機の運転開始が迫っていたからである。下記にその仕様を示す。なお、途中 8.6km にわたって5.6号機機動用66、警部異回線を閉化する。 なお新福島変電所に到達した福島幹線、福島東幹線はそのまま福島第一原子力発電所に結ばれるのではなく、27万5千ボルト区間は、幹線名を変え、次のように接続された。2011年の福島第一原子力発電所事故を扱った、公的資料では、大熊線、第二大熊線は合わせて単に、大熊線と呼ばれている。 ありがとうございます。